今日はタツオを描いてみたいと思います。タツオです。またいつも通り、画面見ながら、特にノーカット編集でダラダラと描くだけなんですが、タツオちょっと難しいですね。今回はやさぐれタツオではなくて、りりしいタツオです。目が違うな。目の大きさが違うな。まあ、いつもだいたい5分くらいでささっと描いてるんで、目標時間を5分にして、いや、なんか難しいぞ。こう、ここを基準にして描くっていうのがちょっと見当たらないです。もう手探りで闇雲に描いてるような感じなんで、目が四角形ですね、このタツオ。とりあえずこう、凛々しさを、根津夫婦を俺が倒すっていう、あの時のタツオですね。哲さん、あんたが教えてくれたんじゃねえか、汚え麻雀を、大三元みたいな、あのタツオではないです。違うな、ちょっと目が大きすぎる。タツオはすぐやさぐれるんで、リサが現れて、哲さんがお引き換えた時もすぐふてくされるんで、なんか難しいな。難しいとは言いつつも、まあ、出来上がった時に、まあ、タツオっぽく見えてればまあ OK と。結構ネタを考えてて、麻雀のネタを考える時に、こう半鳥の絵だったり、アメリカかぶれの自分の昔描いた絵だったり、そういうのは使えるんで、哲也も描いたし、根津夫婦も描いたし、なんか顔が長い、これはピンチ。まあそれっぽく見えればまず OK です。それっぽく見えれば、それっぽく見えるように、ああ、上と下がバランス合ってないですね。上と下のバランスが明らかに違う。太ってるな、このタツオ太ってるな。デブタツオだけど、基準がないと上と下がバランス悪くなるんですよね。ちょっと口元がなんか違うな。あと当然か、影って表現できないんで、影を表現しようとペンだけで描くと、ちょっと光の加減とか影をペン一本でこう表現しようとすると、当然変な感じですね。何このジグザグとかなるんで、もうちょっと凛々しい目つきしてんだけどな。ちょっと違うけど、まあ多少妥協は必要。顔以外はもう適当です。そんなにこだわる必要ないんで。
タツオは色柄のシャツに白スーツが基本。タバコの煙もこうペンで表現しようとすると、違和感はありますね。まあちょっと不満足ですが、ちょっと赤木入ってます。ちょっと赤木入ってるな、顎出すぎだな。もう一箇所訂正すると、その訂正したものに合わせて他も訂正するのでおかしくなりますね。一箇所整形すると、そこに合わせてまた整形箇所が見つかるような負のパターン。どこだ、どこが目が違うのか。目が違うな。あと光加減、やっぱ影を表現しちゃうとおかしくなります。カツオに見えない気がしますが、知ってる人だけは唯一かもしれないと、カツオなのかなくらいのレベルでした。ありがとうございました。